隊長、おはようございます。本日からオペレーターを担当させていただきます。これから機体のチェックを行いますので、私の言う通りにしてください。機体状態に問題なし。全モジュールの接続率は 100%。 デュアルドライブ、神経系への接続にノイズなし。それではセンサーの動作確認を行います。右スティックで操作して回転モジュールを確認してください。センサーの相対率 100%。 次は機体の動作確認を行います。左スティックで DG が前方に移動するようにしてみてください。使用の確認をしてください。各スキルの命中率、攻撃範囲は確認できますので、スキルを変更したい場合は B ボタンで戻ること。命令セットの下側は、これは指導しているユニットのステータスです。そこに表示するのは AP と CP アイコンになります。 CP アイコンは外部および内部装甲のダメージ状態を確認することができます。その下に表示するのは AP ごとアクションポイントです。 RT ボタンを再び押して攻撃してください。ですから、いつもエナジーを確認して移動によく注意してください。
さすがです。次は戦隊王のシミュレーション訓練になります。頑張ってください。攻撃にエナジーが足りません。同様のエナジーは残り 40% です。Thank you.